動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケと言います。よろしくお願いします。今回はブロンコビリー戸田店さんにやってきております。早速入店しますとクリスマス仕様になっております。クリスマスが今年もやってきますね。ということで卓上にはお塩などがあります。ということでメニュー早速見ていきましょう。なんかメニュー前来た時となんかだいぶ変わってる気がします。なんかすごいシンプルになっております。でこの最強に美味しい頑固ハンバーグがもう最強に美味しいゆえにトップに来ております。でトッピングもいろいろできます。なんかカキフライとかあのスープをオマールエビのスープに変えたり、あとはなんかチェダーチーズトッピング、お肉にもハンバーグにもできます。でこの頑固ハンバーグだけじゃなくてランチステーキも非常に美味しくておすすめです。でもうブロンコビリーといえばこのサラダバーが最高に美味しいので、もう絶対頼むことを推奨おすすめします。でこのなんか11月の17日からこの創業45周年ぶどう牛牛祭りが開催されているということで、ちゃんと喋れてないされているということで、今回こちらを注文したいなと思っております。あの 150g と 300g とあるんですけども、300だとちょっととんでもない金額にいくんで、 150g とブロンコセットにさせていただきたいなと思います。でカキフライあります。このカキフライがですね、もう非常に美味しい。去年も食べて本当に大粒って書いてるんですけど、本当に大粒でめちゃめちゃ美味しかったんで、この大粒カキフライ2個420円も頼みたいと思います。それではお皿が来たのでサラダコーナーへレッツラゴーです。それではまずお肉、このように陳列されてるんで、これがすごい美味しそうで、次サラダバー来ました。今回のドレッシング、冬のサラダのドレッシングはかぼちゃのドレッシングとなっております。でこのかぼちゃのドレッシング、梅干しなどを超えてこちらに行きますと、冬サラダ、そしてブロンコビリーのサラダいっぱいあります。今年の冬サラダ、このバーニャカウダソースを使ったパスタなどなどあって、でこちら今回ゼリーはシャインマスカットです。綺麗な緑色です。でなんかパイナップルがなくなって、さつまいも大学芋になっております。で定番のコーヒーゼリーからのお肉焼いてる映像を映して、サラダ、冬サラダを持ってきました。めちゃめちゃ名前長いんですけども、レンコンとカシューナッツの柚子胡椒あえ豆腐で、バーニャカウダパスタで、次がアメリカで見つけたカレーチキンマカロニサラダ、アメリカで見つけたそうです。で和柑橘香る人参とケールのサラダの4種類です。そして卵スープがきまして、カキフライのウスターソースで、お肉にかけるステーキソース、そして丸丼の塩やってきました。ということでいただきます。まずはスープからいきます。もうこの日も寒かったんで温まって美味しい。で和柑橘香る人参とケールのサラダ、もう名前に和柑橘って入ってるんで、もうすっごい爽やかに香って、でさらにこのクランベリーもあのちらほら入ってたんで、もう爽やかさ倍増で、かなりあっさりさっぱり爽やかとしたお上品な味のサラダでした。でこちら柚子胡椒あえ豆腐、ベジタンを取り入れてるそうです。でこちらなんですけども、さっきと打って変わってソースが結構こってりで香ばしくて、豆腐によく合って美味しい。でさらにカシューナッツの食感がこうコリコリカリカリと入ってめっちゃ良かったです。とても美味しかったです。でこちらバーニャカウダパスタ、バーニャカウダ、あの鎌倉で野菜つけて食べたらめっちゃ美味しかったです。鎌倉野菜で、こちらもめちゃめちゃ美味しくて、バーニャカウダソースがかなり濃厚でパプリカの甘みをより感じました。でもすごい美味しかったんで、こう単品メニューでもなんか販売されてそうなぐらい個人的には美味しかったなと思います。さすがです。でアメリカで見つけたカレーチキンマカロニサラダで、こちらもなんか蜂蜜が入っているそうで、なんかカレー味の中に結構甘さもあって、なんか子供もなんか美味しいって言って食べれそうな美味しいマカロニサラダでした。完食です。でやってきました、炭焼きぶどう牛サーロインステーキ。 150g で控えめって書いてたんですけども、思った以上にでかかったです。300だともっとこれの2倍で、カキフライ、カキフライも今年もでかいで、大かまどご飯はもちろん大盛りにしました。
ということで真ん中からダイナミックにカットすると、はい、来ました、ミディアムレアで超もううまそうです。ということで一口何もつけずに食べるともう超美味しい。結構噛み応えもあって、でもこう柔らかい、でも脂も乗ってて赤身もこうなんか両方味わえるという、なんかもう超欲張りなお肉って感じです。で、マルドンの塩をつけるとお肉の甘みが引き立って、もう猛烈に美味しいです。最強です。で、最強って言ったんですけども、このソースバージョン、このステーキソースもつけて食べたら、このソースとの一体感、お肉との一体感が半端なくて、もうこちらも最強に美味しかったです。どっちが最強やねんって話なんですけども、それぐらい美味しかったです。で、カキフライ、こちらもすごい大きいんで半分にしていただきます。タルタルソースもつけたこの絵面でも美味しそうです。でもカキフライも今年も衣がもうザックザク、そしてこの大ぶりゆえにもう猛烈にジューシーで、も最高に今年も美味しかったです。で、レモンかけます。で、からのウスターソースからのタルタルソースという、もう最強の組み合わせでいただきます。正直タルタルソースだけで十分美味しいかなと思ったんですけども、このウスターソース、レモンからのタルタルソースつけて食べる食べ方も優勝ですね。優勝って今使ってる人いるんでしょうか。で、去年も本当美味しかったんですけども、今年も変わらずカキフライ激うまで、周りにいる方も大体頼まれてました。本当もう遠く見ちゃうぐらいうまかったです。で、お肉ちょっともったいないんで4分割してピンクソルトで食べて、もう非常に美味しいっていうか、もう何つけて食べてももはや何もつけなくても非常に美味しいブドウ牛でした。で、このしみしみ玉ねぎにステーキソースかけてお肉と共にいただきます。はい、もう美味しそう。もうこれももう超美味しくて、もうご飯に合いすぎて、大盛りじゃないとこの組み合わせご飯絶対足りないなっていう感じです。でも女性だとちょっと大盛りだとお腹パンパンになりすぎてサラダバー食べれなくなるかなって思うんで、塩梅が難しいなって感じです。で、ポテトは塩をかけて一気に完食です。で、ラスト、カキフライ、もうこちらも美味しくいただきます。もう全部ありったけをカキフライにぶつけていただきます。でも頑固ハンバーグももうめっちゃ美味しいし、今回いただいたぶどう牛ってなんだ、カキフライも本当にめっちゃ美味しいんで、ブロンコビリー行かれる方すごい迷うと思うんですけども、あのぶどう牛もあのカキフライも期間限定なんで、今はぶどう牛と期間限定のカキフライいいかなと思います。で、このぶどう牛はすごい本当上質なお肉で美味しかったんで、ぜひ僕の代わりに 300g 食べてきてください。ということで、ぶどう牛最高でした。で、野菜一周しかまだ食べてなかったんで、再び2皿目持ってまいりました。で、野菜はあの工場でカットしてるんじゃなくて、店舗でカットされてるそうです。ゆえにこんなに野菜が美味しい、ほんとなんか新鮮って感じで、野菜が毎回美味しいなと思います。で、このオクラのサラダもなんかすごい和風の出汁がめっちゃ効いてて美味しいです。あと、このブロンコビリーといえば、このロメインレタス、このロメインレタスが本当に毎回シャッキシャキでめちゃめちゃ美味しいなと思って、非常に推しな野菜です。うまし完食です。で、エビセンとカボチャの落としてますね、カボチャのドレッシングをかけたキャベツで、こちらがコーヒーゼリーで、あとこちらが大学芋とオレンジです。この地味にこのエビセン、このエビセンが好きです。なんか癖になりますね。美味しいです。野菜と食べても、そのまま食べても美味しい。で、このかぼちゃのドレッシングは結構甘さがっつりじゃなくて、結構優しい甘みを感じるかぼちゃのドレッシングという感じでした。で、今この人オレンジを食べております。うちの子供も最近ちょっとなんかアポーとか言ってないな、 ABCDEFG の歌なんか歌えるようになってきて、日々成長を感じております。あ、すみません、オレンジ甘くて美味しかったです。で、大学芋、これも大学芋初めてだったんですけど、このクリーム、この何にでもこう合うクリームつけて食べるとより美味しかったんで、ディップしてぜひ食べていただきたい。パイナップルは今なんか旬じゃないから大学芋になっているそうです。で、このコーヒーゼリー、みんな大好き、ブロンコーヒーゼリー、もう相変わらずの美味しさで、もうこのクリーム持って帰って、
お腹もいろいろつけて食べたい、うますぎで、シャインマスカットのゼリー最後に持ってきてプルプルです。でコーヒーゼリーが相変わらず美味しすぎてもう一回持ってきちゃいました。こちらもプルプルさせております。でシャインマスカットのゼリーは本当にもうなんだろう、みずみずしい超シャインマスカットのこう爽やかさを前面に引き立てた美味しいゼリーでした。超爽やかで美味しいんでおすすめです。完食です。でコーヒーゼリーもう一回食べます。あ、そういえばなんかあのティラミス卵の高騰でなかなか復活が難しいってなってたらしいんですけども、もしかしたら来年ぐらいに復活するかもということらしいので、来年復活したらもう絶対食べに行きたいなって思います。ということでコーヒーゼリー美味しかったです。完食です。でなんかファンブックっていうのができたらしくて、ブロンコ、やっぱりブロンコで、この本1000円なんですけども、2024年の10月31日までディナータイム限定で 10% オフが、もう期間中何回も使えるそうなんで、もう頻繁に家族で行かれる方はめちゃめちゃいいのかなと思うんで、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。ということで、私皆さんが食べに行く際の参考になるような動画をこれからも楽しくアップしていって、今年中にチャンネル登録1万人を目指しているので、高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ということでブロンコビリーさん、今回も最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。